はい、どうもこみです。さて本日はつみぐみさんから EON というですね、スーパーユニットとネクロマンサーを禁止した大会の模様をお届けしたいというふうに思います。今ね、ダンボール12においてネクロマンサーってもうめちゃくちゃ強いユニットなんですけども、これを使っちゃいけない。で、さらに13、14においても、スーパーウォールブレイカー含めた全スーパーユニット使用禁止ということで、もう戦術の組み手が全然変わっちゃうと思うんですね。でもこれの中でどんな結果が今出てるかっていうと、これです。圧倒的な展開、紬組がマジで強いです。で、このね、アタックの中から今日はスーパーウィザード、突撃艦スーパーウィザードを使ったアタックをちょっと見てほしいと思ってるんですけども、本体というか手持ちのユニットにスーパーユニットは禁止だけども、援軍にスーパーユニットは OK というルールなのでね、これができるというところですね。で、ヒロヤさんがね、なんか最近ツイッターとかでもよくなんかすごいアタックかっていうことを見るんですけども、とにかく最近なんかすごい本当うまくって、ここにね、突撃艦を入れていくんですよ。で、ちゃんとバルーンでボムタワーを落としても落とせなくても、突撃艦の落下ダメージで落とせるぐらいまで削って、これスーパーね、ウィザードを出すわけなんですけど、これ、トルネかかってるじゃないですか、ほら。で、インビジブルの範囲から逃げていくようなトルネで、で、さらにこれタウンホールにも、どんどんこう向かっていっちゃうから、なんていうのかな、そのまま、スーパーウィザードとタウンホールをうまいことね、こう壊すような位置関係で、インビジブル撃っちゃった場合、タウンホールの爆破に巻き込まれて、スーパーウィザードが何にも仕事をせずに終わっちゃうっていうパターンになりかねない状態だったんですね。でもこれを、今のヒロヤさんのやつ、もう一回ちょっと見てみましょうか。あのね、すごいんだ、本当に。タウンホールを隠すことによって、スーパーウィザードに周りを先殴らしてからタウンホールを壊させるっていうね、アクロバチックすぎる技を やってくれてます。まずしっかりバルーンでボムタワーを落とす。これもうまいんですけど、落とし終えてからのここ。ここね、突撃艦落としてインビジブかけて、で、うわ、これトルネ引いちまったよ。でも安心してレイジかけてからちゃんとタウンホールと一緒にスーパーウィザード隠すからって言って、全然、スパビズがダメージ食らってないんですね。で、さらにここ際どい位置にインビジブルをかけて、で、このクロスボウだったりインフェルノを先に殴らせておいてから最後タウンホールを打たせることによって、ここでもうスーパービーだと全部全滅するんですけども、本来突撃艦スパビズで壊したかった部分っていうのをあらかた壊すことができてるんですよね。これがすんごかったです。まあこの投石まで見るっていうのはちょっとこのね、突撃艦を落とす位置的に厳しいものがあると思うんで、でもそこまでは見てなかっただろうなとは、まあ、ワンチャン見れたらっていうぐらいで思ってたかもしれないですけども、見れない可能性の方が高そうに思えるんですが、そこ以外のところっていうのを全部こういう風にね、トルネを引いてもちゃんとインビジブルの当て方を調整することによって何の問題もなかったかのように、そのスパビズパート、突撃艦スパビズパートをやり尽くしていくっていうね、これめちゃくちゃうまいですね。ちょっとさすがにビビりました。で、そこから、ベビドラのカットを入れてあげつつ、アイゴレキング、さらにグランドウォーデンをつけていって、ジャンプを1枚使って中心部分のこのマルチインフェルノを狙っていきますね。エアスイーパー、さらには対空、エアスイーパー、さらには投石機も全部アーチャークイーンで抜ける時間系ですね。で、ロイヤルチャンピオンは脇からね、こう入れていってあげて、で、ここ、しっかりと中央部分にヒーローたちが入っていったところら辺を見計らって、もうヒーローと合流するような格好で、こう、バルーンをどん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 入れ込んでいきますね。ここに集めてこういう風に持っていくってイメージですかね。うますぎじゃないですか、これちょっとさすがに。あのトルネを引いて、ちゃんとタウンホールを隠すっていうのはね、多分やり込んでいても油飲みまくってるようなプレイヤーだと、ワンチャンできると思うんですよ。だけど、これね、普通に、なんていうのかな、自然にできるような技じゃないんですよね。めちゃくちゃ経験と、あと、とっさの判断力、応用力、この辺が求められる、その起点の効いた技なので、ただ、いざね、今みたいな形で、タウンホールに突撃艦スパビズが当てた時に、タウンホール側にね、こう、スパビズが行っちゃった場合は、その怖がらずにタウンホールごとスパビズを隠しちゃって、で、まず周り壊させてから、次タウンホールっていう順番でね、
落としていくような、まあ、インビジブル1枚でトルネードをかわすってイメージですよね。まあ、これを持ってやっていくと、まあまあ、理屈上はね、今のヒルヤさんみたいな感じで、リカバリーは効くと、まあ、いうことがね、わかる。まあ、そんな、ところをちょっと言いたかったアタックでした。で、もう一本、これですね。これ、まあ、何かという話なんですけども、このスパリズもね、すごいんですよ。まずはバルーンで発撃砲を壊して、さらにここの対空砲のところにバルーンを当てながらボマー当てていきます。で、このボマーで壁を壊しながらスパリズを撃つんですね。これこの部分に、まあ、テスラが生えてきちゃったらちょっと、まあ、まずかったかもしれないです。でも生えてこなかったんで、きっちり壁を壊した状態でスパリズがこうタウンホールに向かっていくんだよね。突撃艦壊しながらきっちりタウンホールも壊す。このしかもさ、これフリーズみたいなのプレイ、ちょっともう一回この部分だけ見てほしいと思うんですけど、このスパビズの中にもめちゃくちゃ技がもう詰まりまくってんすよ。ありえないぐらい技が詰まってんのね。そこをちょっと見てほしい。まずはこれボマーを当てていくじゃないですか。きっちりとボマーが耐久砲に届くように、黒爆弾と言われるね、ホーミング回収用のバルーンを当てつつ、ボマーでこの対空砲を殴らせることによって壁に穴を開ける。で、開いたところですぐに落としてインビジブルレイジを撃っていくっていう感じなんですね。で、まずは投石機をタゲって壊します。この金庫ね、タゲってからちゃんとこっちの方に施設がいっぱいあるので、タウンホール側に行くっていうのを分かってここに出してるわけだと思うんですよ、これ。で、予想通りちゃんとタウンホール方面に、スーパーウィザードが行ってくれて、まあ、1体ほどね、金庫に行きましたけども、その後タウンホール方面に2体流れていったから、こいつをきっちりと、まずはインビジブルで守っていく。でももう手持ちのインビジブルがない。2体しかタウンホール殴ってないから、インビジ切れたらやられちゃうというところを見越して、フリーズを当てて、これね、ギガインフェルノのダメージを抑えて、スパビズをもう一発出して、で、タウンホール壊していくっていうやり方です。こういうことをやられちゃうと、もはや、なんか、突撃艦スパビス、まあ、突撃艦ですらないんだけどさ、今のスタッフって。もう、どうやったら守れんのよっていう感じになってきちゃいますよね。まあ、それぐらい、熟練した技を持ってらっしゃるので、突撃艦スパビスっていう、まあね、戦術をやる方にとって、まあ、まずこの2本っていうのは、ぜひ見てほしいなというふうに思ったんで、もうひろやさんの、今回はもうスパビスパートに、めちゃくちゃフォーカスを当てて、動画撮りました。で、さっきと同じパターンになってますね。真ん中にヒーローたちを流していきたいんで、ここの部分、ちょっと言い忘れましたが、カットしておいて、ずっとね、この真ん中のマルシンフェルノ隊にヒーローを一気に流し込んでいきます。さらに、ロイヤルチャンピオンも入れていきながら、陸のグランドウォーデンの後ろからラバを出すんですね。このラバ。後ろから出すことによって、ヒーローだけではなく、ラバハウンドにトームかかってるんで、これ、黒爆弾食らってもこれダメージ受けてないんですよね。ノーダメージでこの黒爆弾をラバが回収していくことができると。いうことで、2体目以降出した、今3体もラバ出しちゃってますけども、この残りの2体がすごく長生きするんですよね。まだだって2体残ってるわけじゃないですか。対空の竹取りまくってるんで、バルーンがもう残るっていう感じですね。いやー、これはやばいでしょ。ちょっとレベルが違うなっていうのをなんかね、僕は思い知らされちゃいましたね、今回の。さすがに、このヒロヤさんのアタックを見してもらって。何それっていう。スーパービーザード使っちゃいけない、スーパーユニット使っちゃいけないんですよ、この勝負。だからスーパーボールブレイカーで本来壁開けるとことかも開けられないし、で、なんだ、アイスハウンドも使うことができないし、スニゴブも使えないんですよ。だから、もうサイドカットとかそういうね、細かいところを一つ取っても結構やりにくい環境にはなってるんですけど、それをものともせずに、なんか、むしろ楽しんでいるかのごとくに、こう、全開を取っていく。この、まあ、紬のメンバーみんなそうなんだけどさ、まあ、特に今回はこのヒロヤさんのアタックが、あまりにも衝撃的すぎて、はい、ちょっとね、まあ、特殊的な形で、ヒロヤさんの、兵器スパビズっていうのかな、突撃艦ですらないんでね、兵器スパビズ、これをね、取り上げさせてもらいました。というところでですね、
ぜひ、まあ、突撃艦スパビス系の戦術やる方はとても参考になると思うんで、ぜひね、見てほしいなというふうに思いますし、これ見てうわかっけえな、これやべえなって思ったらちょっとね真似してみてもらえたら僕も嬉しいんで、試してみてください。はい、ということでですね、本日の動画を終わりにしたいというふうに思いますが、僕のチャンネルこんな形でクラン対戦の解説中心にやっております。タンホール13、14メインに扱っておりますので、動画いいなと思ってもらえたらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。